ジェームズ・エヴァン・ガティスは、アメリカ合衆国テキサス州ガラス出身の、元プロ野球選手。ウトウミギウチ。相性はブル。メディアによっては、キャティスとも表記される。6歳から野球を始める。少年時代は大のテキサス・レンジャーズファンだった。高校時代に活躍し、テキサス A&M 大学が入学に動いたが、期待への重圧から、アルコールやマリファナに手を出し、 進学も諦めている。その後、母親が厚生施設に30日間入れた。退院後は、オクラホマ州にあるセミノール州立大学に進学する。ここで野球をするも膝を怪我してやめてしまう。セミノール州立大学中退後、長い放浪生活が始まる。まず、ダラスでバレットパーキングをする。その後、 コロラド州ボルダーにいる兄弟の家にしばらく泊まる。ここではスキーのリフトの係りなどをやっていた。その7ヶ月後にダラスに帰郷する。2010年に野球を復帰することを決意。理の兄弟がテキサス・オブ・ザ・パージアン・ベーシン大学で野球をしており、そこのコーチがエヴァンの高校時代をよく知る人物だった。そのコネで大学に入り、野球を復帰した。 2010年の MLB ドラフト23巡目でアトランタブレーブスから指名されプロ入り。1年目は参加のアパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスでプロデビュー。35試合に出場して打率2884本塁打を記録した。2011年5月に A 級ロームブレーブスに昇格した。2012年は開幕を A 級リンチバーグヒルキャッツで迎え21試合で打率385.9本塁打29打点を記録し4月中に A 級ミシシッピブレイブスへ昇格したオフにベネズエラのウィンターリーグに参加53試合に出場して打率30316本塁打超打率595を記録したここで エル・オッソ・ブランコというあだ名が付けられた。これはスペイン語で白クマを意味する。2013年は開幕前にブライアン・マッキャンが負傷したため初めて開幕ロースター入りを果たした。4月3日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でメジャーデビューを果たす。第2打席でロイ・ハラデーからメジャー初本塁打を放った。4月は打率250.6本塁打、16打点。 長打率566、類打43を記録し、4月のルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞した。5月になると、マッキャンが復帰したが、故障者リスト入りしているジェイソン・ヘイワードに代わって、左翼手を守るなどして、出場機会を得ている。五月も好調を維持し、打率三百三、出塁率六十二、長打率八十三を記録し、 二ヶ月連続でルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞した。しかし6月19日に故障者リスト入りした。9月3日に復帰し、8日のフィリーズ戦では飛距離486フィート級のホームランを放った。これはシチズンズ・バンク・パークで最長飛距離である。この年は105試合に出場して打率、243、21本塁が65打点を記録し、 ナショナルリーグの新人王の投票では7位であった。2014年2月25日にブレーブスと1年契約に合意した。この年はマッキャンがニューヨークヤンキースへ移籍したため開幕から聖保守として起用された。6月30日には追感版ヘルニアで15日間の故障者リスト入りした7月21日に復帰。この年は108試合に出場して打率。 263、22本塁打、52打点を記録した。2015年1月14日にマイク・フォルテネービッチ、リオルイーズ、アンドリュー・サーマンとのトレードで、ジェームズ・ホイトと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。アストロズでは、DH のレギュラーの座を手中に収め、自己最多の153試合でプレーして、規定打席に達した。打率は、 246ながら自己最多かつチームトップの27本塁打を放った他、他アメリカンリーグ3位体の113塁打も記録した。2016年も指名打者のレギュラーで起用されたが、本職の保守として起用される機会も増えた。128試合に出場し、打撃面では打率、251、32本塁打、72打点という成績を記録した。 MLB4 年目で通算100本塁打に達したほか、初めて30本塁打を超えたこともあって、長打率は500を超えた。また、メジャー初投類も決めた。2017年は8月に脳震盪で故障者リスト入りした影響もあり、84試合の出場に止まった。2018年は128試合に出場して打率、226、25本塁打。 78打点を記録した。保守の守備についたのは2試合だけだった。オフの10月29日に FA となった。2020年、元チームメイトのエリック・オフラハキと共に現役引退を発表した。ありがとうございます。